朝日飲料は5月1日の出荷分から三ツ谷サイダーやカルピスウォーターの大型ペットボトルなど42品目を値上げすると発表しました三ツ谷サイダーの1.5リットルペットボトルの希望小売価格は400円から421円にカルピスウォーターの1.5リットルペットボトルは410円から432円になります値上げの理由について朝日飲料は 原材料価格や物流費などのコスト上昇分を企業努力だけで吸収することが困難な状況であることからやむを得ず一部商品の価格改定に踏み切ったとしています。